こんにちは、ナークです。今日はね、何を話していこうかなと思ってるかっていうと、私アメリカに住んでね、連続で大体7年くらいになるんだけども、それでね、一度もねこっちに来て見たことはあっても試したことがなかったことがあるので、 YouTube でね、どうせ動画作るネタになるんであればちょっとやってみようかなと思って、今日はちょっと試してみたいことがあったんだよね。で、それ何かっていうと、これ豆腐なんだよね。で、アメリカに売ってる豆腐ってね、普通に日本の豆腐と変わらないのよ。ちゃんと木綿があってね、絹ごしがあって、このなんかフルーツ味なのかな、これマンゴーなのかな、だから私食べたことないのよ。で、この豆腐をね、今日どんな味かね、食べてみようかなとは思ってるんだよね。で、その他にもね、アメリカの商品でね、日本の商品っていうか、日本の、会社が作ったものではあるんだけども、もちろん日本では普通に食べられてるんだけども、ちょっとアメリカと日本っていうか、まあ、アメリカ仕様の食べ物も結構あるのね。だからね、ちょっと今後ね、それもね、ご紹介していこうかなとは思ってました。で、これもともとね、作った理由っていうのは、私ね、料理とか好きだから、何年か前、5年くらい前かな、もうちょっと前かな、いや、もうちょっと前じゃないな、多分まあそれでも 4,5 年前かな、日本食のね、映画があったんだよね。なんでそのフルーツ味の豆腐を売ってたかっていうと、その営業にその豆腐を置いてくれませんかみたいな感じでスーパー行った時に、そのおばあさんがなんか豆腐と豆腐を買ってて、で、その営業の人が何に使うのっていう話をしたら、まあ、フルーツと合わせて確かミキサーにかけて食べるんだよっていう話で、あ、そういう食べ方もあるんだっていう話だったような気がするんだよね、映画の中で。その豆腐の、フルーツ豆腐のお話はね、すごいオチなんだけどもさ、フルーツ味って言ったんじゃないこれどう見てもなんかさ、普通の豆腐だよね、これね。いや、これさ、パッケージ、もしかしたら甘いのかもしれないけどさ、パッケージの色まずいでしょ。なんかそういう話をね、本当に映画で聞いたのよ、見たのよ、そういうようなフルーツ味の、豆腐があるっていうの。でね、ちょっとこれもしかしたらフルーツの味するかもしれないよね。だってさ、何、この販売する絵見るとさ、どう考えてもフルーツに見えるじゃない。勘違いして買う人いるんじゃないのかな。私、映画もだから、日本食の映画も見たから、フルーツの豆腐だと思ったので、これがフルーツの豆腐なんじゃないかなと思ったし、だから色がさ、黄色いでしょ、だからマンゴーなのかなと思ったんだけども、これさ、あれだよ、表紙っていうかラベル変えた方がいいよ。何、フルーツ用の豆腐なのかなっていうか、フルーツ味の豆腐なのかなって多分勘違いするよね。少なくとも日本の日系のマーケットに売ってあるのは、これを除いては普通のもう豆腐だからね。で、多分ね、どっかでね、フルーツ味の豆腐多分置いてあると思うんで、ちょっといつかね、またちょっと探してみます。もしかしてもうなくなったのかなわかんないんだよね。まあ普通の豆腐でした、すいません。ということで、その他にね、もう私は食べたことがあるんだけども、日本で売ってる、我々が馴染み深い日本の食べ物が、アメリカでね、その会社が日本でも作って、日本の会社が、日本でも作ってるんだけども、アメリカ行ったらね、悪い方に魔改造されてる、食べ物もあるんだよね。で、今はね、もうグローバル社会だし、インターネットもあるから、その評判とかもすぐ分かるんだけども、まだね、その日本企業なんだけども、世間に追いついてない、アメリカの世間に追いついてない食べ物とかっていうのもね、あるからね、ちょっとそれもね、後々にね、お話しさせてもらおうと思います。もう一回食べたくねえなっていうものとかもあるんだけども、それはね、それでね、お話しさせてもらいます、今後ね。それじゃあ、おやすみなさい。